双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへさまざまな情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめに教育総務課から婦人学級・生活学級についてのお知らせです。婦人学級・生活学級は双葉町民の方ならどなたでも参加できる学級ですので、お気軽にご参加ください。8月4日火曜日、いわき市北桜婦人学級は福島方面へ現地研修に出かけ、福島市仙壇婦人学級の皆さんとの交流会を開催いたします。集合時間に遅れないようにお集まりください。8月6日木曜日、会津生活学級では午後1時30分から城前仮設住宅集会所において紙芝居教室を開催します。エプロンをご持参ください。皆さんの参加をお待ちしております。詳しくは教育総務課障害学習係、電話 0246-84-5210 番までお問い合わせください。続いて平成27年度双葉町総合健診・がん健診移行調査についてのお知らせです。健康福祉課では今年度行われる双葉町総合健診・がん健診の移行調査を実施しています。福島県内に避難している方には7月中旬に健診対象者の方に移行調査票をお送りしました。まだ提出していない方は必ず提出してください。福島県外に避難している方には健診委託機関である結核予防会より案内が送付されますので、申し込みをして受診するようになります。7月以降に県内から県外へ避難先を移動された方は健康福祉課、電話 0246-84-5205 番までご連絡ください。おしまいに健康福祉課から甲状腺検査についてのお知らせです。双葉町では震災当時39歳以下だった方を対象に甲状腺検査を実施しております。この検査は継続的に受診することが大切です。対象者の方には5月下旬に検査案内と検査可能な医療機関リストを世帯ごとに通知しております。今年度から受診券がなくても検査を受けられるようになりました。まだ一度も検査を受けたことがない方はぜひ受診されますことをお勧めします。検査期間は平成28年3月31日までとなっております。保険証または被災証明書をご持参ください。詳しくは広報双葉7月号13ページをご覧になるか、健康福祉課健康づくり係、電話 0246-84-5205 番までお問い合わせください。以上、この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。続いて今週は双葉町半貝敦史教育長にお話を伺いました。
それでは今日のこの時間は双葉町半谷敦史教育長に伺います。教育長こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。まずはお疲れ様でしたというこの言葉がぴったりなんじゃないかなと思うんですけれども、はい、正直疲れましたが、はい、まあ、それ以上に、感動と興奮の方が、うん、勝ってますね。はい、7月の25、26、27、土曜、日曜、月曜の3日間にわたって行われました相馬の馬追い祭り、あの伝統のお祭りになんと教育長が行ってきたんですよね。はい、そうですね、はい、もう文字通りの初陣で、期待と不安と半分ずつでしたが、はい、本当に感動と興奮にまだ余韻を楽しんでいます。そうなんです、今お聞きいただいてお分かりの通り、ただ何か式典か何かに出席されたのではなく、はい、実は出陣されてきたということで、はい、ね、初陣、練習はどうされてたんですか？本来ならば昨年度初陣を飾る予定でしたが、はい、まあ、初版の事情で、取りやめになってしまったので、はい、昨年の分も含めて、頑張ろうと、うん、それで、練習してきました。文字通り1年間、今回の野馬追のために、乗馬を練習して、はい、まあ、ジョギングもできるだけやってきました。はい、体力作りもしながら馬にも慣れて本番を迎えたということですけれども、はいはい、そもそもこの相馬野馬追祭りと双葉町の関係というのは震災前から続いていることなんですか？そうですね、私の聞いたところによりますと、はい、歴代の町長さんや教育長さん、はい、助役今の副町長さんの立場にある方ですが、はい、そういう方が中心になって、また双葉町からは、はい、全体で10機、はい、ぐらいの騎馬武者が、はい、出陣していたというふうに聞いてます。うん、双葉地方全体でも関わりがあるということですよね？そうですね、うんうん、まあ、シネハ号という、はい、立場で、はい、双葉郡の三町村から、はい、今年は45機が出陣してきました。うーん、去年よりもかなり多かったと聞いています。はい、で実際に馬に乗るということは、まあ、そうですね、3日間の中で相当数あったのではないかと思うんですけれども、はい、私自身は馬に乗る機会というのはもう2日目、だけでした。はい、まあ、震災前ですと1日目もかなり乗る機会があったというふうに聞いてますが、はい、まあ、これも双葉郡の特殊な事情によって、2日目だけになってしまったと、はい、残念な気もしますが、そうですね、まあ、それでも十分に楽しむことはできました。教育長は行列にも参加されたと思うんですが、はいはい、緊張はしませんでしたか？緊張というよりは、うん、むしろ行列を楽しむことの方が勝っていたと思います。はい、まあ、それほどもう、まあ、感動と興奮ですね。もう沿道に6万5千人の方が、はい、見物応援に駆けつけて、知ってる方にも何人か声をかけていただきましたので、はい、もう天にも昇るような最高の気持ちで行列をしてきました。実際に普段着で乗るわけではないじゃないですか。はいはい、きちんとこう道着のようなものをつけて乗るわけですよね。はいはい、ピシッとした気持ちになるっていうのは、こうなんていうのかな、そういう気持ちには武士みたいなのが入ってきますか？そうですね、うん、陣羽織で、うん、その上に道着と、はい、陣笠をかぶって、もちろん腰には、刀を、はあ、刺して、はい、乗って、文字通り戦場に赴く、うん、侍の心持ちで乗ってきましたが、ね、年はちょっと慣れなかったんですが、うんうんうん、だいぶ軍事会出陣式を通じまして、はいはい、衣装も少しずつ慣れてきたような気がします。暑さは大丈夫でしたか？
暑さは予想していた通りかなり暑かったですが、でもやはりトレーニングの成果が出ましたね。出ていったように思います。それほど待てたという感じはありませんでした。今年は今までにないほど、多くのお客様にお越しいただいたというふうに私もニュースで聞きましたが、はい、本当に福島県は今前に頑張って進んでるんだよということを全国に PR できた機会だったのではないかと考えるんですけど、いかがですか？そうですね、2日目の本祭りだけでもひばりが原に5万人以上の方が全国から、見に来ていただいて、もう序盤のもかなり混んでいました。その中でやはり伝統の野馬追行事が、東日本震災の困難にも負けずにですね、ずっと関係者の皆さんが続けてきたと、いうことの意味と、お祭り自身の伝統スケールの大きさというものを全国そして海外の人にもアピールできたんじゃないでしょうか。そうですよね、海外遠征もしたことがあるというお話は聞いたことがありますけれどもね。彼もハワイに行ったそうですね。このでも本当にスケールの大きな3日間かけての祭事お祭りですからね。そうですね、教育長の興奮が伝わってきますが、まだ行ったことがないよという方には、ぜひ来年という気持ちはどうですか、ありますか？そうですね、ぜひ多くの双葉町民、そして特に子どもたちですね、この曹操地区に伝わる伝統的な世界的にも広まっている野馬追を自分の目で、見て感動を味わってほしいなと思います。教育長は来年はどうされますか？できればやはり主役である甲冑競馬に参加できればなというふうにちょっと感じています。それまでトレーニングが追いつくかどうか分かりませんけど、チャンスがあればもう一度出てみたいなというふうに思ってます。ぜひ甲冑競馬出ていただきたいなと思いますので、練習と体力作りとそして子どもたちの教育面とよろしくお願いいたします。ありがとうございます。またいろいろお世話になります。双葉町阪外教育長でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。